最近サウナにドンハマりしました。あーよつです。大原です。今回なんですけども、前々から言っていた巨大オブジェを農園の方に作るということで、いや、引っ張りましたけども、今回ついに、畑方面にはなんか面白いものを作ろうかなと考えております。というわけで、早速やっていきましょう。そういえばこっち方面、長らく手出してないな。こう、反対側の方は、ぼちぼち、手加わってるんですけども、そろそろ、まずは農園完成させてからかな。こっちにだだっ広い平原ありますんで。当たりもしない。よーし。なんとなく、建てる場所的なものにもなんとなく当たりをつけていて、なんかこう、ちょっと高めの、この辺かな。ここら辺に建てようかなっていうのを考えております。で、建てるものなんですけど、横はそんなに大きくないんですが、縦にちょっと長いので、もしかしたら場合によってはこの山全撤去っていう。そんなに大きくないんですぐ終わると思うんですけどね。ひとまずちょっとこの辺のガタガタになってるところを一旦綺麗にして、土台を作るとこから始めましょう。この辺、TNT で吹っ飛ばした方がもしかして楽か。ちょっと怖いけど、山のように TNT 持ってきてバカしてみるか。そうしよう。ちょっと、この辺だけ整地したら、一回拠点に帰って TNT 取ってこようか。鶏多いな。なんでこんな多いんだ。よーし。というわけで、TNT を持ってまいりました。この辺でいいか。ざっくりやるのが一番ですので。今ここちなみにどの辺？多分地上には出ないとは思うけど、よいしょ。あー、なるほど。高さ的にはちょうどいいぐらいか。全然残骸的なものは残ると思うんですけど。あー、2個。いっか。よいしょ。全然残骸とかは余るんですけども、あとは手掘りでなんとか。よし。外見、何も変化なし。多少手間は省けたかな。しょうがねえ。おとなしく掘ろう。もう一回 TNT やろう。ほんのめんどくせえわ。よーし。2発目いくぞー。さすがに、クレーターとかにはなんないだろうけど。おいしょ。時代はもうね、TNT でバカするんですよ。よし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 。いい感じ。計算通りだ。うわー、なんだ。なるほどですね。これあれだな。何も気づかず TNT 吹っ飛ばしたら割とめんどくさいことになってたのか。危ない危ない。効率強化1000倍ぐらいのやつ出ねえかな。土はね、割と、ノンストップで掘れるからいいんですけど、石って効率強化5でもやっぱそれなりに時間かかるじゃないですか。ブランチマイニングとかだったらまだ無心でやれるんですけど、こういうただの整地になってくると、なんていうんですかね、旨味がないというか、喜びが少ないじゃんっていう。何事も、さっさと終わるのが一番いいからね。よし。困ったら TNT。葉っぱ。よーし。大まかに吹っ飛ばせたから、あとは地道に掘っていきますか。簡単に山崩すとか言わなきゃよかった。やっぱ時間かかるじゃねえか。しょうがない。しょうがないんですけどね。てかあれか。丸石が今ちょうどないから、この、山崩しも、普通のツルハシでやればいいか。ちょっと後でツルハシ持ってこよう。このマイクラで建物作るってなると、なんかでかければでかいほど特定の素材がなくなってくるんですよね。いや、土ラージジェストもう10個分ぐらいありますけどみたいな顔するけどさ、もうなんか膨大な成長したりとか、まあ例えばなんか石造りの建物作るってなると一気に特定のやつだけなくなるっていうのがね。で、都度補充はなんとかやってるんですけどもね、それでもまあ相当ね、足りなくなりますよね。いたたたたたたた、これだこれだ。これだ。あれあれ、もしかして俺さ、効率強化5の幸運のやつなくしたねえってことはそうか。なくしたのか。ちょっと待って。お家帰ります。なくしたのか、俺。記憶にないんだけど。あれかな、ネーザー行った時失った。あったわ。普通にエンダーチェストに入ってたわ。よーし。ちょっとでも丸石補充するぞ。あれかな、天空トラップタワーの経験値じゃなくて普通にもうアイテム素材だけ専念するタイプのやつ作ろうかな。ちょっとそれ作って火薬とかを安定して危ねえ。供給したいな。意外と火薬がなかった。最近なんか経験値集めるのもなんか攻撃になりつつあるから、あんまり天空トラップタワー使わなくなったっていうのもあるんですけど。ただやっぱりね、天空トラップタワーのいいとこってついでにモンスターの素材も手に入って、ついでにレベリングもできるっていうところなので、アイテムの素材の方がなくなってしまうと、ちょっと困るんだよなーっていう。天空トラップタワー作りますか。はい。多分次の動画決まりました。猿でもわかる天空トラップタワー作り。困ったら猿でもわかるってつければいいと思ってるもん。なるべく、こう、自分なりに噛み砕いてわかりやすくお伝えしたいっていうのはあるんですけどね。いかんせん、こう頭あんまり良くないんで僕も。普通に分かりづらい可能性の方が高いっていう。悲しいことに。まあ、こう、ただひたすらに整地してる映像を垂れ流すっていうのも、まあ、退屈なことになってしまうので、まあ、昔話でも一つするんですけど、僕、中学生かな？うん、中学生だ。その中学生の時に、一応部活2年の時に入ったんですよ。その1年の時思いっきりコミュ障をかましまして、そしたらもう、なんか、いつの間にかもう部活入ろうって言える時期じゃなくないみたいな。まあ、中学2年に入って、まあなんでしょうね、心変わりしたというか、まあ、友達に誘われて、車っていうかなんつうんだろう、技術工作っていう部活があったんですよ。で、そこに誘われたので、まあ、僕図工好きでしたし、あ、じゃあ入ってみようかなって入ったんですけど、そこでちょっとした事件的なものがあったんですよね。まあ、どうせ、これが、何年前だろう ?7 年 ?8 年ぐらい前の話なんで、まあ、多分、時効だと思うんですけど、その、僕たちの一個上の先輩に、まあ、おっちょこちょいというか、まあ、よくトラブルメーカーというかアクシデントを起こすような。で、まあ、それは、まあ、よくある話ですし、別に、まあ、いいんじゃねえのってぐらいで思ってたんですよ。あんまり、まあ、一個上の先輩っていうのもあったので。で、そんな中、その先輩がちょっと何をやったのかあんまり詳しくは把握してないんですけど、まあ、おそらく顧問が大事にしてたであろうバイクパーツみたいのにペンキかオイルかなんかを塗って乾かしてたらしいんですよ。なんかそれに先輩がぶつかってしまったと。そしたら顧問の人がもうありえんぐらいブチ切れて、おめえら全員そこに並べっつって、我々もみたいな感じで全員並ばされて、今からお前らが作ったこの車をぶっ壊すとかなんか急に言い始めたんですね。でも僕、その時ちょうど入ってまだ一週間ちょっとなかったんで、その車が全然なんかわかんないんですよ。でも、もう周りの先輩たちざわついたり、もともと多分1年から入った友達は、おい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 みたいな感じで合わせたんですけど、俺だけ何も知らないんですよ。その車の思い出もなきゃ、一体その車が何でできたのかも何も知らなくて。でもその顧問の人は、もう、なんか、ふーふんは、なんか鼻息荒くしながらハンマーみたいなの持って、お前らが壊せとか急に言い始めて、でもみんなもう部長とかもしょうがないからごめんなさいみたいな感じで謝ってるんですけど、もう僕もよくわかんないから、よくわかってないけど謝るみたいなことがあって、ごめんなさいって言った時に、ごめんなさいって。でも内心、なんで俺謝ってんだろうみたいなずーっと思ってたんですよね。この話のちょっと問題というか、その顧問の人が、まあ、頭おかしいって言っていいんですかわかんないですけど、今やったら多分割と問題になるんじゃねえかっていうことをやってて、ブチ切れた時に、技術工作なんで、なんかこう、鉄細工をする時に使う金床みたいなのが置いてあったんですよ。こう、なんか本当にザ・金床みたいな。それを、片手で持てる大きさなんですけど、生徒の足元にぶん投げるっていう、結構危ねえことしてたんですよね。いや、おい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 みたいな。今と、当たってないからいいけど、割とその人足元にぶん投げて、ガランゴロンガランガランみたいな感じで転がってくから、俺足元当たったらこれ多分俺倒れるぞみたいな。いやー、今だったらツイッターとかに投稿されたらやべえんじゃねえのっていう。で、その顧問の人先生かどうかもわかんねえしっていう。なんか、よくわからないおじさんにただぶち切れられるっていう、僕の部活の青春の思い出ですね。そのお説教が終わった後に、なんとか多分許してもらえたんですけど、友達から、ごめんって言われました。いや、彼はいい人でした。うわー、しまったーあー、長かった。はい、ということで、ここにあった山は消滅いたしました。あー、地味に長かったな。これで、とりあえず土地の確保はできたので、これからここに、巨大オブジェ的な、もう、オブジェっていうか、もう風車作るんですけども、ここにちょっとでっかめの、こう畑を一望できる風車的なものを作ろうかなって思っております。よーし！丸い形から作っていけば風車になるんじゃねえのっていう。はい、いつも通りクソ雑に行きます。この辺。だいたい、1、2、3、4、5、6、7。ここだ。ちょっと、石を使いたいな。石を使いたいから、せっかくの大量にあった山を崩した時に出てきた。丸石、使うか。いや、安山岩にしよう。一旦、別にここは木じゃなくてもいいから、よいしょ。1、3。3か。3でいいのか。5ぐらいの方がいいのか。3ですね、これは。3でいきましょう。こんな感じで四隅に、多少伸ばしたら、一段奥にして、またちょっと短めのこれを作ると、全体的に丸まっていくっていう、雑な円の作り方があります。あとはフィーリングでいきます。ここは、こんな感じで残り、こうやってまっすぐ繋いじゃってもいいし、こんな感じで伸ばしちゃってもいいって気はする。ただ個人的にちっちゃい方が好きなんで、こんな感じで縮める感じでいきましょう。はい、というわけで、ざっくりですが、円が出来上がりました。こう見るとちっちゃいな。もうちょい、でかくする。もう少しでかくしようか。この円は円で、上の、土台の、上の風車の部分で多分この丸を使うので、それに合わせて、ちょっと、こっち側でかいやつを作ろうかな。これは、安山感が足りなくなるぞ。はい、というわけで、めんどくさいんで真ん中のやつ撤去してないんですけども、円が敷き終わりました。これをちょっと土台にして、木の柱とか足しつつ、風車の一番下の部分を作っていこうかなと思います。多分、事故らないとは思う。事故ったらもう知らん。やべえ。安直に安山街使わなきゃよかった。在庫ねえんだけど。こっちにあるか？実家にあるか？は、あるちょっとあるラッキー。今こう、適当に安山岩を置いてるんですけども、こういうところも普通の石とか混ぜてあげると、割と自然に馴染んだりするんで、個人的には好き。よいしょ。割と色の変化がないんで、より自然感的な、あるんじゃないのっていう。はい、というわけで、安山岩に多少石を全体に散りばめました。ぶっちゃけ遠目で見たら何もわかんねえわ。まあ、近くで見た時のね、なんか、おっとみたいになるんで。はい。ギリあり。今こんな感じ。で、次やることなんですけど、ちょっと木造にしたいっていうのと、ネザーレンガをね、どっかしらで使いたいんですよね。ので、ちょっと、また柱とか立てつつ、上にどんどん伸ばしていこうかなって思っております。よーし。思考停止で木の柱立てるけど多分大丈夫でしょう。僕がよくこう、ダークオークとかジャングルの木を使う理由なんですけど、単純に集めやすいからなんですよね。あと松の木もよく使うね。あの3つって巨木があるんで、原木じゃなくて苗木4つ集めれば、そこそこの数が確保できるんですよ。ついそればっかに頼ってしまって、白樺とか普通のオークとか使わなくなってしまったんですけど、それはそれでこっちの色合いも綺麗だからいいのかなって気はします。いや、しかもね、次のアップデートで、なんだっけ、クリムゾンフォレストとワープフォレストだ。で、新しい原木が追加されるので、またちょっとそれも、楽しみにしつつ。いやー、そういえば、ネザーレンガを使うって言ったらもうすっかり忘れてて、危うくなんかレンガ使わずに行くとかって危ねえ危ねえ。急いでレンガ使ってるわけなんですけど、割とノリでも大丈夫なのかなっていう。さすがに雑かな。このネザーレンガの色合いもね、屋根に使うと個人的に好きなんですけど、ちょっと柱に使ってみては、あんまり濃い色だから、周りの色を見せた瞬間に全部終わるんですよね。うまくいくことをね、祈りつつ。おっと、さてはジャングルの木の在庫が危ないな。あんま取り行きたくはねえな。上の土台は、さては四角の方がかっこいい説。いや、この円形だけ作って、後で四隅だけにしよう。うん、そうしよう。何言ってるか多分全然分かってねえわ。やべえ、思考停止でジャングルの木使いまくったけど、周りの雰囲気合わせてなかったな。まあ、一個ぐらいなんかちょっと特殊なやつがあってもいいでしょう。やべえ。気がやばい。あと、ワンスタックショット。いやー、爪行きたくねえな。はい、というわけで、2段目がとりあえず出来上がりました。ジャングルのキーばっか使ってたんですけど、普通にダークオークとか使えばよかったなーっていう、若干後悔しつつ、とりあえずまた夜が来るんで一旦寝るんですけども、次やる工程は、3段目と称した、めちゃくちゃでかいただの豆腐を作ろうと思います。一応3段目に10マスで積んだけど、15マスぐらい行っても良さそうだな。15マスぐらい行きたいんですけど、残念ながら原木のスタックがですね、あと1個ちょいしかないんですよ。おっと、これは、久々謝罪来るかいやー、足りたらいいんだけどね。足りねえ気しかしねえんだな、それが。嘘でしょ。足場がね、前も多分話したから。僕結構適当に使うんで、絶対に最初に置いた数と拾った数が合わないんですよ。それがどんどん積み重なっていくと、いつの間にか足場全部消滅するっていう。だからね、ちょっと足場をちょっと無限に養蚕しておきたいなーっていう。ちょっとあれだな。ちょっと今度、雲スポナーでも改造しに行きますか。柱を立てたんですが、俺が作りたいものがあるんだよ。作りたいものがあるんだけど、どうしよう、どうやって、アーチ状の、こんな感じのね、丸いの作りたいんだけど、縁の支えどうしようかな。たまには、縁取りなしの屋根行きますか。結局石にしました。考えた時間一体何だったんだっていう。割とカメラ全カットしたけど、5分ぐらい考えたんだけどね。いやでもなぁ、みたいな。ここ石にしちゃうと、全体のバランスが、とか、アホなことずっと言ってたんですけど、結局やっぱ、在庫との相談になりますので、はい。皆さんも作るときは、在庫と相談しましょう。やばい。意外と時間ない。待って、まずい。待て。せめて屋根だけはつけろ。いやこれからちょっとね、あれなんですよ。家を出なきゃいけなくて。あかん。やばい。余計な考え事してたら全然進んでねえ。番組の途中なんですけども、残念ながらお時間がやってまいりました。はぁ、出た。風車は羽がないと貧弱なんじゃ。ちょっとね、今んとここれを見て風車とはさすがに言い切れないので、ちょっと次回撮影の時に素材を潤沢に、次回素材足らねえっていうはずだったんだけどな。石は足りた。無限にあった。木材が足りなかった。バカか。バカなのか、俺は。というわけで、次回までにはちゃんと木材をしこたま集めてから動画を撮影しようと思います。というわけで、失礼いたします。手を挙げていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。次回ちゃんと完成させます。それでは。